リン・ハレルはアメリカのチェロ奏者、ニューヨーク生まれ。父はメトロポリタン歌劇場でも歌ったバリトン歌手のマック・ハレル。母はバイオリニストという音楽一家に生まれる。ジュリアード音楽院でレナード・ローズに指示した後にカーティス音楽院でも学ぶが、10代で両親を病気、事故で亡くし、家、土地を売り払われてしまい、親戚。 友人宅をチェロとスーツケースを持って転々とする生活を送る。その後、ジョージセールに認められ、1963年に18歳の若さでクリーブランド管弦楽団に入団、21歳で首席奏者に就任する。師匠のローズの経歴に習いオーケストラ奏者からキャリアをスタートしたわけであるが、セルはリン・ハレルの防府のマック・ハレルをたい 転々とするリンハレルを憐れんで・をワレンで自分のオーケストラに迎えたようである。1971年にオーケストラを対岸してソリストとして独立する。その後はアメリカ・ヨーロッパをまたにかけてソロアンサンブルの双方の領域で積極的な活躍を行っている。ベアスペン音楽祭とスイスのベルビー音楽祭の常連で更新の指導においても実績を誇っている。 また、最近では指揮者としての活動も活発に行っている。製造年1720年のモンターニャなチェロを演奏していたが、ジャクリーン・デュープレが亡くなった後は、製造年1673年のストラディバリウスを買い取り、所蔵していた。ありがとうございます。